精密製材、木質ペレット製造販売、住宅の気密測定、群馬県産材をはじめといたします木材販売の福島商店です。いや今日はびっくりするほど暑かったですね。なんとですね、群馬県伊勢崎市、それとですね群馬県桐生市ですね、日本一暑かったということで40度超えということで、夕方ですねラジオの報道で言っておりました。いや、なんていうんですかね、梅雨が長くてですね、ずっとまあ寒いというか過ごしやすかったわけですけども、まあ早く開けたいなというような望みはありましたけど、開けてみるとですね、こんなに暑くならなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい、まあ、極端に暑くなっちゃってですね、本当に体がついていけないなと思っています。まあ、しかしながらですね、お盆休みがありますので、なんとかですね、整えてですね、後半戦に向けて頑張っていけたらいいのかなと思いますし、皆さんも気をつけてください。粉末製剤、木質ペレット、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめとします木材に関することで何かございましたら福島商店までお問い合わせください。